いやだから彼がもうすぐ一軍だったでしょ、ギャオス、はいはいはい、あれで一軍ってずっと思ってたんです。もうね、表情がね、舐めてくるんですよ、何やって言いながら。そういう、いや、そういう気持ちはあったんですよ。ちょっと待って待って、俺打てる、こいつ打てるかな。やっぱりあれですか、ハズルさん、まっすぐで打ちやすかったわけですか。もうその当時からまっすぐしかないっていう、もう噂っていうか、あ、噂が出てたんだ。こいつまっすぐしか投げれんぞみたいな感じで聞いてたんで、あ、じゃあまっすぐ打ちゃいいじゃん。でもそれほど速いまっすぐじゃなかった、うん、そんな速くない。逆に内藤さんも近藤慎一投手のピッチングの時に打席にも立ってる。立ちました。どうですか。いやもうめっちゃ、もうスライダーがもうほんのドロップみたいに落ちるんですよね。カーブスライダーっていうか、それが速すぎて、はい、で僕ら豊川高校は16奪三振食らったんですよ。あ、そうですか、はい、で僕も負けられないと思ったんで頑張ってやつの三振、その半分だったんですけど取りましたね。でもまっすぐだけで取れた。まっすぐだけで取ったと思いますよ。だからさすが、それもすごいじゃないですか。ですよね、うん。はい、もう多分本当にまっすぐ、そう言われると確かにまっすぐしかなかったな。いや、証人に聞きましょう、長谷部さん。いや、それすごいじゃないですか。でもいや、すごいけど全然記憶ないですもんね。それ記憶、それ記憶ないだろう。だからめちゃめちゃ打たれてるんですよ。抑えられてはないのよ。抑えられてはない。適度に三振を取ってるっていう。あ、なるほどね、はい、うん、アウトも。もうだけど、もうちょっとレベルが違ったんで、近藤君とは、はい、すごかったですよ。抜けてたよな、新一はな、うん、それがあったから僕プロ入って初ヒットギャオスなの。そうなんですよ、聞いてみんな。僕が、まあ、その同年代で入って、はい、ヤクルトで僕開幕一軍だったんですよ。そうだよ、だから一番出世だったんですよ。一番出世だったんですよ。一番上がったんです。近藤慎一投手8月ですもんね。そうなんですよ、はい、僕はそれ以上に誰よりも早く一軍にいたんですよ。いや、だから彼がもうすぐ一軍だったでしょ、ギャオス。はいはいはい。あれで一軍ってずっと思ってたんです。本当に俺もそう思う、俺もそう。なんでギャオスが一軍だって。その頃のヤクルトって弱かったんですか。弱かったですね。ああ、そうですか。もちろん弱いですよ。ああ、そうです。関根さんですよ。いや、まあ、でも僕もね、プロより初ヒットギャオスなんですよ。くしくも、あ、もう2人とポテンマイヒットな、名古屋ドームで。もうね、名古屋球場で表情がね、舐めてくるんですよ、何やって言いながら。そういう、いや、そういう気持ちはあったんですよ。ちょっと待って待って、俺打てる、こいつ打てると思った。で、また共通点が、うん、2人ともポテンヒット。違う、俺ちゃんと打ったって。俺ポテンヒット覚えとるよ。ね、ポテンヒット、いや、ポテンヒット落ちてるから共通点。 でもね、それからやっぱ何度も対戦するじゃないですか、はい。やっぱね、高校のイメージでそれ初め行くわけですよ、はいはい、いやー、そんな打てるわと思ったけど、球のまっすぐのキレがね、抜群にやっぱ変わってましたね。あ、高校時代とは違う。もう全然違う。あれで何やったのかなって、僕本当にあの時なんか変な薬でもやってんじゃねえかって。やってはないですけど、やっぱね、まっすぐがね、すっごい回転のスピンがカーッとね、うん、来て、まあ変化球もね、投げるようになって、だからここら辺の高いストレートね、本当当たらなかったですもん。高めのまっすぐの釣り球な、ここでよう空振り取ってたよね、ギャオスな。もう中日は大好きだったんですよ。やられまくった。やられた、ね、もう中村武さんなんかど真ん中だけでも空振りしましたからね。本当ですか。もう武さんもいきなり言われたんですからね、お前のまっすぐが打てんかったわって言ってくれたんですけど、はい、すっごいスピンがかかって、やっぱこうプッと上がるんですよ。ちょっと待ってください、もう一回話戻しますよ、うん、はい、高校時代そのまっすぐでなんか自然にちょっと曲がるぐらいの、まあ、そうですね、はい、でそれしかなかったピッチャーがなぜドラフト3位というと高いところでプロに入れるんですか。いや、僕も中日に行けるかなと思ってたんですよね。ギャオス3位だったの。もう3位だったんですよ。ヤクルト、すいません、ドラファンだったんですか。もう、行けるんだったら。だけど1位近藤、2位山崎、4位長谷部、いけないじゃん僕。いや、3位ギャオスでもよかった。大宮の誰か取るんだったらね。俺3位西村だったもんな。そう、あれも評判良かったな、あれ、柳川君、柳川君、山本、そうそうそう、アメリカ行ったね、アメリカ行った、
でも僕でもよかったんですけど、で実は初めて言うかな、これもう本当に家にあのスカウトがめちゃめちゃ来てくれたんですけど、僕一切参加しなかったんですよ、はい、でヤクルトのスカウトが来るって言った瞬間に、うん、ヤクルトしかないと思ったんで。なんでですかそれは。いや分かんないですけど、在京球団であの一番出れるんだったら、うん、あ出やすい、出やすいんだったらヤクルトしかないなって自分の中で思ったんで。ごめんなさい、その頃のヤクルトの層の薄さみたいなことです。もちろんそうですね、まあ、スーパースターは荒木大好きだったんですけど、あ、いやいや、はい、そうかそうか、小花、高野、伊藤、荒木ぐらいですね。おうおう、これだったらいけると思ったこれだねヤクルト の, あの昨年ちょっと亡くなられたんですけど、うん、辰巳さんっていうスカウトが来た時に、おうおう、もう本当にお願いしますぜひとヤクルトでっていうお願いはしました。あの頃ってさ、今ってスカウトと選手って接触できないの、ドラフトって。あのタイム届を出せば多分、あタイム届っていうのがある。俺らの時は意外とスカウトの人と結構喋ってたよね。うん、喋ってた。俺もずっと飯食わせに食わせてもらってたよ、ね、すごいあったよな。そういうのあった。昔はね結構ズブズブだったんだよ、ね、僕はだから極力合わないように、うん、だけどヤクルトの時だけはもう本当にお願いをして、なかなか選手がそうやってお願いしますっていう人いないんじゃないですか。普通ないですかね、はい、まあ僕は本当にもうヤクルトしかないと思ったんで、その8球団だったんですけど、もう8球団の中でも一番ヤクルトかなって言った時に、はい、でヤクルトも確か近藤君取りってるはずなんですけど、うん、でそれも外れるの分かってたと思うんで、はいはいはい、でまあ一流の選手を取れたんで、うん、多分その辰巳さんがそのポッてこうドラフト会議入ってくれたの。あの時スワローズドラフト1誰だから、近藤君行って西岡剛っていう近代の西岡、はい、それで僕が入ったっていうね感じだったんですよ。それでその入った時ですか、すごい逸話があって、うん、なんかあの豊橋名産山佐のちくわをなんか持って行ったっていうあのお話ぜひウィキペディアですよね。ウィキペディア、はい、持ってったんですけど、あれ、うん、細かく見るとアメリカ持ってったって言うんですけど生も持っていけないんですよ確かに買ってきました。あの時アリゾナ、アリゾナです、アリゾナのキャンプね、はい、それ持っていけないです。でそこじゃなくて、そこじゃなくて、うん、まあお袋がまあね愛知県の方だったらやっぱり手土産ぐらい持ってきたということ で愛知県の手土産といえば、そうそう、お袋がもうものすごい買ってくれたんですよで神宮のクラブハウス行ったら誰もいないんですよで誰もいないんで腐ってもしょうがないなと思ったんで、うん、新聞記者にこうやって渡したんですよ、うん、いきなり、うん、それが後々、うん、こいつおかしいみたいな感じになってめちゃめちゃ取り上げてもらえるようになったんですよね。あの好意的な記事書いてくれたんですよ。はい、そうなんです、多分なるほど。でなおかつ関根さんが1年目で、うん、でもう走れ走れっていう時代だったんで、うんうん、でもう走るのはもうね、うん、ずっとやってたんで、うん、もうゲッチョにもね、あ、長谷部さんにも見られたぐらいにやってたんで、うん、すごい得意だったんですよ。もうすごく大いにアピールができたんですよ。あ、だいたいこの30人ぐらいピッチャーいるんだったら順位付けするじゃないですか、うん、自分の中で、はい、うん、あ俺はこのコントロールは俺上から5番目だなとか、あ、フィールディングだったら8番目だな、うん、スピードはちょっと落ちるけどみたいな感じでやってたら10人の枠に入ってるんですよ、常に自分が。え、その頃まっすぐからちょっといろんな球覚え出したんですか。もうすぐフォーク覚えました。あ、そうなんですか、はい、だからギャオス意外とイニング数少ないんですけど三振多いんですよ。なんで高校時代できなかったことができるようになったんですか。それ多分教えてもらったと思うんですよね、誰かに。あ、これがないとダメだな、しっかりプロから教わってっていうこと、はいはい、あと実はスライダーっていうもうふざけたそのスライダーを僕持ってたんですよはっていう、何そのボールっていうそれがコントロールできたんですよね、そのカウントの性質の中で、はいはい、うん、困ったらもうそのスライダー投げればみんな見逃すみたいな感じで整えて、うんうん、あ、追い込んだもう速報食っていって三振を取れたんですけどね、うん、はい、でアリゾナへも行って。そうです、アリゾナ、その年はみんなアリゾナだったんですよ。一人軍関係なく、一人軍関係なく、関根さんの1年目だったんで、はいはいはい、そこでアピールができたんで、はい、それで認められて開幕、開幕一軍ですよ。それはもうね、武、うん、ちゃんと長谷部さんが見たら俺、ね、なんで内藤がって高校時代のあの内藤投手、ふざけたやつがみたいなびっくりしました。いや、それ開幕1年目から1軍でしょ。僕は島流しでアメリカ取ったすげえな思いましたよ。あ、
あいつそんなポテンシャル持ってたから、だけどごめんなさい、1年目全然だったんですけどね、まあ、だけど1軍におったっていうのはね、やっぱりすげえなと思いましたね、うん、まあ、だからやっぱ置いてかれ感あったですよ。ああそうですか、うん、だから2年目はもう本当に調子こきまくって、じゃあ2年目の話また後ということで、はいはい、その1年目の途中でピカイチ名古屋チャンネル、中日ドラゴンズのあの近藤慎一投手がものすごいデビューをしたじゃん、はい、あのニュースっていうのはどうでしたか。パチンコ屋で見てました社会人なら大丈夫かもうパチンコってこうやって見てたら字幕でノーヒットノーラン達成って出た瞬間にうそーってだけどさすがだなと思いましたね。あーなるほどなるほど、はい、それは左の近藤右の内藤ですよそれはさすがですよ。あれはちょっと衝撃的だったんですよね。そうでしょうね。それも巨人戦ですからね。長谷部さんあれですよね、はい、その次の試合も1安打ピッチングとか。そうです。それもまたすごいんですよね。すごい。ただ高校時代を知っている内藤さんにとってはあ、でもやっぱりああいう投手だからこうもなるわなぐらいの感じですね。そうですね。あと長い目で見たら、うん、この子僕から見たら関節が硬いというか、はい、カチカチなんですよ、うん、カチッとグラッてね、うん、こんなんだって、うん、もうあれがやはりちょっと怪我のしやすいのかなっていうのは思いましたね、はいはい、ハートが非常に強かったっていうのはご存知でした。いやもうものすごいですよそれはだってもうバーンってグラッとうりゃーっていうぐらいですからそうで、あの山崎さんとの対決っていうのはご存知ですか。まあ、ちょっと教えてください。すごかったんですか。あのそれはこの YouTube ご覧いただければ本当ですか。いいと思いますけど、はい。もうそれはやばかったでしょうね。あのたけしがあの監督に高校の高校の時の監督にたけしだけは敬遠しろって言われた。2年生の時。夏の大会の準決勝だったの。な。うん。7番打ってた。で近藤慎一はなんで俺は敬遠しなかんのだみたいな感じ。でこう敬遠すると。こいつがバットバーン掘り投げてもう 2,3 分前で出てくるんだ。勝負戦かい、勝負戦のかいってビーバップの世界だ。2打席連続だったっけ、2回経営された、うん、いやいや2打席連続されて、お前近藤慎一が俺になんでこんなところでお前ガチの勝負するんだ、けんなんやでも来いってな。そしたら近藤慎一も俺はまあベンチ命令だしょうがないやみたいな感じで2,3 本やってかっこいい。で、あわや2人がぶつかりそうになったの、長谷部さんが、まあまあ、高野連が見てるからね。うわー、すごい、いいですね、それ。すごいでしょ。青春ですね。だからさ、あのギャス、やっぱりあっちの三河の方だったらどうかあれだけどさ、もう私学四強の試合な、うん、まあその前後の先輩たちな、後輩、やばかったわな、本当に。そういうのなかったろ。いや、ないあの情報あったよ。すごかったから。もう野中さんのあの紀藤さんとか藤尾さんのあの年代はちょっとやばかったっていう。2年上ですかね。3つ上ですか。はい、だからそこら辺のもう上の先輩たちからもガーッとこう野球ったらすごい。もうね、野球じゃねえもんな。喧嘩腰。喧嘩腰ですよ、本当に。喧嘩ですよ。整列するじゃないですか、中京だった時。中京戦が一番ないじゃん。整列して、お願いしますと。ビーバーです。応援団がおめえなんで打つんだこれ帰れると思うなよその後でそうすると中京の補欠連中おいお前打っとるただで帰るんかこんなやねんギャオスどうも昔のプロ野球選手ギャオ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 ス内藤です。ピカイチ名古屋チャンネルご登録高評価よろしくお願いします。ギャオスもこれからたまに出ると思うんでぜひとも登録よろしくお願いします。ギャオス内藤でした。